久保は今のレベルでどこのトップチームでプレーできますか。どこでできるかは分かんないですけど、僕はベルナルド・シューバーの後継者になれる素養があると思ってますね。そう、相手見ながらテクニック発揮できて、必要なポジションを取り続けることができて、サイドに置かれた時には突破できると。あとはベルナルド・シューバーのもう攻撃でも守備でも動き回って、結果1試合14キロ走ってるみたいなっていうのは久保にはないから。あとキック精度、キック精度とスタミナですね、足りないのは。やっぱり賢くて必要な技術があったら、まあ、求められるものは高いけど、ダビド・シューバーだったりベルナード・シューバーとかプレミアで活躍できるか ら、 だからそういうレベルに久保はなれる選手だと思いますね。アーセナルだとサカとかウーデ・ゴールとか、この間出てきたファビオ・ビエラとかいるから。でもシティだとベルナード・シューバーがスペイン方面に帰りたがってるじゃないですか。ってなった時に、じゃあベルナード・シューバーが今までやってた役割を若い選手に後継者的に任せるんだったらっていうので、久保建英っていうのはその中で、いやいやいや、求めすぎでしょってならない選手だと思ってます、僕は。久保とか、あとは、アセンシオかな、最近だと。ベルナード・シューバーの後継者になれる選手でいったら。ね、やっぱりマドリー、そう熱すぎるけど、ただ、アセンシオもシティに来たらスタメンかっていうとそうじゃないですしね、そのポジションはギュンドアンがいて、今後の慣れてきたらカルビン・フィリップスもいてって感じになるし、パルマーとかも出てくるしって感じで、どんどん若手が出てくるからね。星を眺めぶら